国税局だか税務署だかの調査員が突然うちに来た。サラリーマン家庭だし、ニュースでアポ電強盗なんてやってた時だったから。絶対怪しいと思ってドアチェーンしたまま。うちは給料から電引きです。警察呼びますよ。って言ったら、落ち着いてください。お宅じゃなくて、息子さんのバイト先の S さんのことで、って言われた。結局、息子のバイト先の先輩の知り合いが脱税していて、その通帳を先輩が預かっており、先輩は、引っ越し業者が見つからなくて困ってるから、少し荷物を預かってくれと。息子に預けた荷物の中に、その問題の通帳が入っていたらしい。息子は、何も知らなかったってことでお咎めなしだったけど、二度と中身のわからん荷物を預かるなと厳しく言っておいた。ああ、もう本物の丸さ？だか、なんだかに無駄に抵抗しちゃったわ。